はい、皆さんこんばんは、林です。本日はですね、2週間ぶりにですね、シンガポールに帰ってきましたので、本日はですね、こちらのシンガポールの方から久しぶりにまた動画を撮ってみたいと思います。もし本日の内容にご興味がある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それではですね、早速本日のコンテンツを始めていきたいと思います。一昨日の夜ですね、帰国しましてシンガポールの生活の方にまた慣れてきましたけども、やはりですね、2週間の日本をね、非常に充実してましたし、日本っていうのはね、本当に住みやすいですし、3ヶ月目に帰国しても普通にね、日本の生活にやっぱり溶け込んで暮らせてましたから、やっぱりね、私は日本人だなというふうにね、やっぱり感じました。まあ、一方でですね、こちらのシンガポールに戻ってきても、こちらはこちらでまたね、私の今の家みたいな感じになってきてまして、こちらの暖かい気候の生活にもね、非常に慣れてきてますので、昨日も今日もですね、朝のルーティングとして、運動をしたんですけども、朝の5時とかでもね、やっぱりもう26度7度とかなので、こちらの南国の天気というのはですね、体を動かすという意味ではですね、非常に、やりやすいので、こちらこちらね、また私も非常に気に入ってます。やっぱり日本にいた時はですね、朝ね、まだ4度とか5度とかそんな感じでしたので、非常に寒かったので、なかなかね、朝から運動っていうのはね、しにくかったんですけども、こちらに来てからですね、やっぱりまた運動がしやすいなっていうのがありましたので、やっぱりね、気候っていうのはね、人間の、この生活において非常に重要なんだなということをですね、やっぱりしっかり感じたなというふうに思います。また次の日本の帰国までですね、こちらの方で活動をね、しっかり頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、ということでですね、今日でですね、3月の31日というところで、企業で言いますと第一四半期が終了した形になります。ということで、2023年もですね、4分の1が今日で終了するということですので、企業であればですね、第一四半期の決算を来月頭ぐらいに出してくる、そういった時期に当たるわけです。なので、我々のようなですね、小さな企業家で言いますと、2023年の4分の1が終了したわけですから、現状の自分のパフォーマンスというのは、しっかりレビューして、改善すべきところ、うまくいったところ、うまくいかなかったことは、しっかり確認して、第2四半期の4月からね、しっかり心を入れ替えてできるかっていうのをですね、しっかりやっぱり見ていく必要があると思います。はい、私はですね、今年の第1四半期、非常にね、去年と比較して、やっぱりいろんな海外にも早速年始からですね、ラスベガス、それからフランクフルト、日本っていう形で出ておいてまして、かなりですね、コロナからまた一変して、またコロナ前のような生活に戻ってきて始めてまして、コロナの前よりも私もいろいろ業務が増えている中で、出張とかっていうのも今後増やしていきますので、かなり自己管理、それから時間管理っていうのは、非常に重要ですし、健康管理もですね、非常に重要になってきている中で、うまくやり過ごせたんではないのかなというふうに思っています。で、4月以降もですね、来月からね、また香港とか行ったりとかしますし、かなり忙しい日々が続くと思うんですけども、やっぱりしっかりとですね、体調管理をしながらですね、事業の方を取り組んでいきたいなというふうに思っております。ということで、明日からですね、非常に4月になってきまして、多くの方がね、また心機一転というのがね、あると思うんですけども、ぜひ淡々とですね、作業をしっかりやっていってほしいなと思います。はい、で、明日の夜ね、船田さんの最後の追加講演が開催されます。でも明日からですね、実は中古カメラ販売のスクールの方も開始しますので、私もがっつりこの中古カメラ販売一緒に入って、皆さんと一緒にやっていきたいなと思ってますので、非常にこちらもね、楽しみにしております。はい、ということでですね、どんどんですね、私もやることがね、増えてきていってますし、今民泊の方もですね、非常にいい稼働率で日本のチームが頑張ってくれてますけども、本当にしっかりと外注化、仕組み化をしてですね、どんどん事業を増やしていく、これはね、私もどんどんやっていきたいなと思ってますし、中古カメラの方もですね、ちょっとうまくいけばですね、私の方もちょっとうまく仕組み化をしてやっていってみたいなというふうに思っている次第ですし、非常にね、船田さんと一緒にね、学んでいきたいなというふうに今回考えております。はい、ということでですね、最後のセミナー明日ですので、もしまだ聞いてみたいよという方はですね、ぜひ概要欄の方からサインアップしてですね、聞いてみていただければなというふうに思っております。はい、ということでですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていればぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からお願いします。Twitter の方もですね、ぜひこちらの方からフォローしてくれると幸いです。また日々稼ぐのお話についてメルマの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.